背番号1番の吉丸健信です。背番号44番の藤谷壮です。まあね、そうですね、仲良しです。いいです。僕が高1にするんです。高1の高3、うん、まあ、その時は全然喋ってなかったんですけど、プロになってからなんか喋るようになって仲良くなったんです。もらったっけ？もらいました。あんま直接言えんかったよ。ACL 終わってすぐその手術あるからスペイン帰っちゃったんで。そうですね。なんかあんま話す機会はなかったです。どうですか？僕は攻撃的なサッカーが魅力的だと思う。一緒でしょ。一緒。やっぱボールを自分らで持ってその試合をするっていうところに魅力を感じて決めました。そうですね。やっぱり攻撃は楽しいですか。もう気は合う。やっぱ関西人というかの人が結構多い。まあ結構喋ったりはするんですけど、まあ見てておもろいと思ったのはこうが結構練習中とか食事の時とかボケたりするから、まあそれは見てて面白いと思いました。大吾は結構いいキャラするな。僕らが自主練の時に行った時に、まあ、ちょっと話しかけてくれてちょっと馴染めるようになったというか、そういう面では、まあ、あのキャラがありがたかったと思います。なんか雰囲気があって、なんか言葉にできないですけど、なんかそういう雰囲気がめっちゃ見ていいなって感じた。最高のスタジアムを書かせていただきました。まあ、どうなんやろ、どう思う？いや、開放的な感じでめっちゃ良かったです。なんか、抜けてるとこがあるから、なんかそこはめっちゃ綺麗やな。作りもなくないですよね、確かに。そんな、なんて言っていいか分からんけど、なんて言っていいか分からんけどっていうやつです。でも中、実際に入ったりはしてないんで、まあ、外、外観は結構、ね、好みとかおしゃれな感じではありますよ。で、4番が好きなんで、ただそれだけです。でその前にプレーシーズンでしたっけの時に、僕がキャンプじゃないわ、トップに帯同させてもらった時も北九州だったんです。まあ、話違うんですけど。その時に出たんですよ。そのトップの初めての公式戦というか。あ、そう。はい。だからすごい縁だ。聞かれてることになっちゃう。そうっすよね。まあ、ちょっと今思いついて話しちゃいますけど。でまあその時もすごくいいチームだなと。せやな。結構前っすよ。2年、3年2年前じゃあそのあんま覚えれないっすよ。どういうその時どういう試合やったか、なせますちょっと頑張って答えようとしたんですけど、まあ2人で話してたんはなんかちょっと山もあって海もあってみたいな感じやから、ちょっと神戸に似てるかなみたいなのは2人で話していただきました。ご飯美味しいっすね。そう、ご飯はめちゃくちゃ、どこ行っても美味しいっす。美味しいっすね、神戸はうまい。でもなんか自分らがあんま開拓しないから、その決まったところにしか行かないんで、なんかこうやって開拓っていうかそれを初めて
なんかどこ行ってもいいしなみたいな感じの印象があります。そうそう、なんか外れたなみたいな今はないな。いいっすか。チームの勝利に貢献できるように、必死にピッチを走り回りたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ミクスタでプレーできるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。曇ってんの。はい、来たな。わかりました。ありがとうございます。